まこなこです。前回漢中に入り、ようやく劉備が漢中王になることができています。この場所、さて次どこ行くかですが、まあできれば芝居行きたいというのがあるんだけれども、ちょっとここら辺輸送の問題があって、なかなか兵とかを集められないんですよね。となると、ここの関羽が今治めている慶州、その方向との連絡を取るために、この毛達攻めるのがいいのかなという気がします。この場所ですね。そこまで武将としては強い武将いないので、多分攻め落とすのは楽だと思います。なのでそこ狙っていこうかなと。では早速やっていきましょう。まず諸葛亮、この傭兵官、いやいいかな、他の武将で行った方が早そう。お任せください。手早く行ける人、まあ劉備あたりだと思うけど、あ、劉備ないか。となると奉仕の陣使える甲冑あたりに行ってきてもらう。これで即座に入ってまた戻ってくる。大体地形としては、まあ、傭兵館抜けるとここ通って、さらに上行って陳倉通って、ここに長安にたどり着く。またもう一個このルート、安陽経由でまっすぐ行って長安、まあ、行くとしたらこの安陽経由が一番いいのかなという気はするんだけれども、長安攻めるんであれば。で一方ここ毛達攻めるんであれば、漢中から東側、ここら辺険しいかどうか、ちょっと見た目なんか平らなような気もするし、だが全部鉱山になってますね。高い山となると多分厳しいんでしょう、進むのが。この辺りも考えてやっていきましょう。で白水の部隊も全部持っていきたいが、兵糧がないんでね、あんまりね。そこら辺も対応やっていかないとダメ。全部持ってきましょう。で全て兵数最大、できれば足早く進んできてもらいたい。こんなもんかな。これで中入りましょう。まあ、輸送でもね別にいいんだけれども、これで入場、でも30日とか結構かかるね。出陣する。さてここからまた進めていきますが、そろそろ職の方他の人に任せようかなと、軍団で。なので任免、軍団新設、これは今いるかどうかわからないけど、永安まで任せましょう。あの武将にここはお任せしたいなと思ってます。龍禅、しかも高校もついている。これでなんかやってくれそうだね、気配があるんで。で全委任でもいいんだけれども、支援で劉備軍に持ってきてもらう。これ攻撃化はできないのか。じゃあ全委任で、いやでも当面は支援やってもらって、後々お任せするような設定、そこら辺考えましょう。劉備軍に物資を持ってきてもらう。お任せください。いいね、今あざなの方で名前言ってたね。あとこれ決済なんかついてますね、イベント。大将軍就任。これ結果は大将軍を任せられる。さてどのような感じのイベントか。職種がついた、大将軍に任ずる。これは配下武将の期待が高まった。多分忠誠度が上がったんでしょう。この采配がプラスにはなってないか。さてじゃあ生徒の方からまた武将をもらって、逆に生徒の方武将を送りましょう。大体の考えとしては、そうだね、あれかな、やっぱり劉玄とか劉将、そこら辺の部隊を率いていた人、そこら辺を移動させるか生徒の方に。その辺り考えていきましょうか。で多分ここら辺で運搬するんであれば、この指導の方に物資が届くと思うので、ここに人材呼んでおいて、運搬得意な人、これ運搬得意な人をこのソートで見つけることができないんでね。これすごい大量にある中で、どの人がどういう個性持ってるか、それを確認しなければいけないんで、名前を覚えてこの人が運搬持ってるというのを把握した後に名前から探した方が早そう。特に武将数が多くなるとね、どれがどれだかがわからない。今一生懸命探してるけど、交渉これ運搬持ってるんで来てもらいましょう。向かおう。では舞台の配置はやっておきます。あともう一つ駅州制覇もこれ選べますので見ておきましょうか。多分説明があると思います。天然の要塞と豊かな土壌に恵まれている。ここに留意して南中を抑えれば容易に攻められません。ということでまたレベルが上がって、そろそろ一旦施策の方も見ておきましょうか。市政の方も。でこの平坦改革結構やってるので兵糧の消費は抑えられてるはず。一方この辺りでね、魚鱗と青蘭、まあ悪くはないのかな今の状況を考えると。魚鱗も結構使うので、青蘭レベル上昇、このままでいて良いと思います。他落とし穴とか使うかって言われると使わないような気がする。今までも使う余裕がない。また反撃ダメージもそもそも敵に攻められないので問題ないでしょう。でそうしたものを外しておいて、なんかこの全部これ効果発動するというものがあるので、これ使えればいいなとか思ったんだけど、総コストの方で今マイナスになってしまってるんで。では内政の方も見ていきましょう。これ訓練とか開発とかその辺りに効果発動する。都市の耐久上昇とかもいらないでしょう。となると母兵絡みになるか、あとは人事。これも全部施策効果発動というのがやっぱり強いと思うので、効果が高いと思うので、そこら辺を狙っていきたい。あれ一つしかないか。命令書はもうほとんど使わないんで。ではここ先ほど見た確か宝刀だったと思うけど、全部謀略の全政策、ここにあるものの効果が発揮されるというもの。あと4ポイント残っている。では内政母兵かな。やっぱり最終的には母兵絡み、兵数増えないと話にならない。効果これだとコストオーバーになる。これとこれで合計6レベル。これで様子見ましょう。もしくはもうちょっと戦闘系にね振っても良さそうだけど。そして指導から内政で輸送で物資運びましょう。ああでも運搬のスキル持ってる人がまだいないので、でも先行である程度運んどきましょうか。兵糧がやや少なめになっている。これをここ関中まで運ぶ。79なんでね、ちょっとこれきついなっていうね気がする。多分米が途中でなくなる恐れがあるので、で商人いないから買えない。もうちょっと様子見ましょう。そして官職もさらに上がってます。だが統率武力などプラス2ポイント、以前のものでも、いや以前は1ポイントか、多少なりともプラス効果あるので全体的に押し上げておきましょう。自動昇格、これでなんとかなってるのかな。他も様子見ながら進めていきましょうか。今傭兵館あっさりと一旦で向かうことができた。そしてこれはそっかそっか、関羽が孫権攻めてるんですよね。後で見ましょうかどういう状況か。ではここ蔡操の攻め見ていきましょう。今手前側にはこれ多分孫策かな。おっと関策はどこに、あ捕まったのか。孫策が手前側にいる。あとわずか。城壁壊れて、兵数がたくさんいるけど城壁壊してなんとか倒せそうな気配。次のターン、あ今結構なんかダメージ食らってたね。次のターンあれか、孫策により捕虜にされたようですって書いてありますね。また探索もできそうなのでそこら辺も狙っていきましょう。ではまた輸送をやりましょうか。これは輸送の運搬のスキルを持ってることによって日数が51で済んでるんでね、さっきの70何歩と比べてかなり早く移動ができるような状況です。これでうまく運搬をね急いでやればいい感じに物が運べるんじゃないかと思いますが、さてさて死者が面会を望んでいます。ここで芝居から死者、どういうことだろうな。また有効受け取っておきましょう。1900関係親密になった。ああそうだ、ここ攻めてるの忘れてた。無事催促を取ることができてるようです。いやー、関羽が活躍してるね。そして最初に言ったように5の武将は全部処断していくことになります。結構武将数も多く捕まえてるんで、だからそうそう女性武将は切ってはいけないという話もあったので、同弱大を立てるために残しておかないと。どこら辺に女性がいるかが、あ、これ孫権自ら3代目もすでに初段となりそう。とはいえここら辺初段すると孫将校とかは仲間にならない可能性もあるので、その辺りはあまり意味ないのかなとかね考えてしまうけど、ロシク先生も全部初段。ここまでとは。うん、龍門が最後出てきたね。捕虜にしてもどうにもならないような気はするけど手元に置いときましょう。これで宰相の方取り終えて、まだ戦ってね、孫策が最後まで戦っていたけれども今撤退。こちらをどうぞ。おっと、孫権軍の孫策をこの関羽が捕らえてまいりましたぞ。いやー、大丈夫かこの関羽、活躍するんだけど普通に。私のプレイだと大抵は関羽は活躍せずにね終わってしまうみたいなパターンが多かったけれども、ここら辺早く入場してもらいたい。ちょっとこっち側の兵糧がなくなってるんで、まあ、この人が来れば間に合うか。でこの場所内政またやっといて、全部埋まってるかな。これ一旦解除でもう一回やり直せば、うん、メンツ顔変わるね。多分より良くなってると思う。舞台の移動後だったのでまた新たなメンツが加わってくれてるのでしょう。そして探索関中全部いきましょう。このような感じで探索をやってもらって、早速向かいましょう。さらに進めましょうか。ここで一人武将を発見。吉報です。造作もない。もう一人、多分ここら辺も以前はいなかったと思うんだよね。全然聞いたことのない名前がたくさん。そして肩発見。おっと、この関水芝居軍より独立し新たな勢力を立ち上げよう。関水復活みたいな感じになってますね。関水が芝居軍に反旗を翻し安定で独立しました。最初これ関水ここにいたんだよね。だけど芝居に倒され、とはいえ再び戻ってくる。だが仲間になってくれる人がいなさそうだね、かわいそうに。おっと、東博もとなると、あと芝居拠点芝居一つだけだと思うので早く行きたいような気がする。ちょっと様子見ましょうか。この方向、これ攻撃続行になってるのかな。あ、なってるね。じゃあ即座に関水倒されて馬頭軍に合流みたいな感じになりそう。毛達からの使者、長所来てるね。贈り物なんだろうな。毛達の持っている拠点をくれるということの打ち合わせか。職をくれたように今回毛達の拠点もらいに行きましょう。うん、安定あとわずか。さて、関中ではこれは肩が来た。長老が治った。結構怪我が多いから肩のイベントはありがたいのかもね。あ、そしてこれあれだな、兵隊に切られた扱いになってますね。ここ取ったことによって関水が、案外関水この馬頭と馬長とそして馬隊、この3人相手に案外勝てそうな感じもするけど、実際どうなるか。ではまず人材登用やってから考えましょうか。あと先ほど官職やろうと思ったけれども、諸葛亮とかが出ていたのでうまくできてなかったんでね、そこら辺も含めてまたやってきます。ここで王道レベルが5に上がってます。多分軍事系かなと思うけど、もう兵隊はちゃんとレベル10まで上がってるので、そして上げるとしたら魚鱗の陣をマックスまで上がるようにするか。今合計レベル7、あと3魚鱗の陣で上がるもの、韓銀兵、これ使っておきましょう。これなんだろうな、暗くなってるのは。あ、まだ反映されてないってことか。よっと、ちょっと待ってくれよ。今のはどうしてそうなった？レベル10超えてないような気がするけど、ここもレベル10でね、424なので332、あ違うな、ここ支援の全効果、あ、なるほど、この支援の効果、諸葛亮全効果あって、なおかつここ兵隊上げてるからちょっと多すぎるっていう話か。じゃあこれ一つ取りましょう、兵隊観光のものを。そしてかといってここで何かやりたいかと言われると、あ、この機動力上昇輸送隊、これいいんじゃない？これあることによって多分運搬がすごく速くなるんでしょう。じゃあ次はそこを狙ってやっていくのも面白そう。やるとしましょう。あと謀略もあともう一個できたので、家計とかも使わないし、都市も攻められる気配ないしで、落とし穴とかもあまり使わないんでね、この辺りね、今のところ攻める一方だから。使者が面会を望んでいます。また芝居の使者来ましたね。これはそろそろ同盟やっぱ来ると思ったけど、当然断る。関係性は悪化する。到着しました。また当該から、当該どうするかな、そろそろ戦いたいような気もするんだけれども、まあ受けときましょう。お金もくれるしで、まずこの周辺全て塗り終わったら当該行きましょう。家臣から使者、珍しいね。どんどんと貢いでくる人が増えている。では降伏勧告で毛達、これできないか、まだ早いのかな。要害とかも無理、他師匠はさすがに無理か、馬頭は。ここら辺ができればもう一気に状況を好転するけど、さすがにまだまだのようです。とりあえず塗り終わるの待ってから上位行きましょう。使者がお待ちです。さてまた馬頭軍がやってきてますね。なんかここまでこのシリーズでお金持ってくるってのも珍しいね。使者がお待ちです。ここで孫権軍から使者が来てますね。孫将校返せとか、そんな感じか。たびたび来られてもなんなので、名品とちょっと交換とか。孫子の兵法書、娘を取るか、それとも名品を取るか。